おお、マスターじゃねえか。ああ、どうした？そういや最近、どったんばったん騒がしいな。なんかあったか？おっと、なんだなんだ？甘い香り。ああ、チョコレート。ってことはあれか、例のバレンタインデーってやつか。おう、ちゃんとベオウルフあたりに聞いてっからな。知ってる知ってる、とにかくなんか渡しときゃいいんだろ。あ、雑っぽい。雑で結構、本質掴んでりゃいいんだよ。しかしな、好みはサーヴァント、そして俺は戦うために生まれたようなもんだ。となるとさて、どうしたものか。うん、よし、晩までにはどうにかする。てわけでちょっと待ってくれや。バッカ野郎、ここで無理しなくてどうすんだ。やあマスター、まだ寝てねえか。そうかそうか、よしよし。そりゃそうだ。ってわけで持ってきたぜ、温めた牛乳だ。ここにもらったチョコを割ってとかき混ぜて、そら、ホットチョコレートだ。チョコの半分は今ここで俺が食わせてもらう。うん、甘えなこれ。糖分の塊か。さてと、じゃあまあ、腹を据えて今日は一晩マスターに付き合ってやら。なんでもさ、遊びたいなら適当なところへ連れてってやるし。まあ悪い遊びは勘弁な。パールバティ様にガチ説教されそうだ。愚痴りたいなら付き合うさ。我が誇りにかけて誰にも絶対に言わねえ。ただだべりたいなら大いに歓迎だ。好きなもの、嫌いなもの、その他もろもろ、いつも俺たちに聞いてんだから、たまにはお前が答えろって話だ。そう嫌そうな顔するなよ。無理強いはしねえって。話したくないことがあれば言っておいてくれりゃいい。まあ要するにだ、こうやって向かい合ってただダラダラするのも悪くねえだろ。こいつはその潤滑油代わりだ。さて、何から話そうか。お前さん、ふるさとはどこだ？大抵のことは好きそうだが、嫌いなものはあるか？ああ、あるのか。そうかそうか、まあ人間ならそれが道理だ。で、何が嫌いなんだ？はあ、なるほどな。いやいや、イメージとはちょっと違うが、そういうものが嫌いっつうのも悪かないさ。全てを受け入れることが善ってわけじゃねえ。だが己の嫌いが道理ではなく、
単純な感情であるなら引っ込めるべき時は引っ込めておけ。我慢と忍耐だぜ。似合わないセリフだって面してんぞ。ほれほれ。さて、今日も一日戦うかねえと。これはパールバティ様、先日のご助言感謝いたします。おかげさまで喜んでいただけました。ぎっ、次は自分でお考えなさいですか。了解しました。次はパールバティ様に頼らず、なんとか自力で。あのヒントとかいただければ。はい、自分で考えます。考えますので。